ムハンマド・クリーク・トゥブシャーの肖像、ムハンマド・クリーク・トゥブシャーは、ゴール・コンダ王国の第5代の王。この王の治性化は、長らく平和で繁栄に満ちたものであった。まさに、ゴール・コンダ王国の絶頂期をもたらした王とされる。彼は15歳で王位を継承した。彼は、ハイデラ・ワードを見出し、王国の偉大なる王,王ととして、計画、建設した。 このシ徒命名に関する逸話はとても有名である。また彼は南方のビジャやナガル王国に対してもたびたび進行している。彼はフオウイブラーヒームクリークトゥブシャーと同じくテルグ語をアラビア語やペルシア語と同様に奨励した。彼自身も優れたテルグ語詩人であり、その伝統文化や祭典を保護した。彼はまたデカン様式の詩人を最初に確立したことでも、 知られている。彼の知性は32年の長きにわたるものであったが、彼自身は40歳代後半で没してしまった。彼はまさに王の中の王であるとともに、偉大な建築家であり、文学者でもあった。一人娘ハヤートバフシュベイグムは、王位を継いだ彼の王位でもあるスルターン、ムハンマド・クッブシャーに課している。ありがとうございます。